てな感じで小田は今画家としてワンちゃんを描いてます。で、なんで描いてるかと言いますと、ワンちゃんってあのじいちゃんのおばあちゃん、ワンちゃんとあんま覚えてないですよね。で、小田の大好きだった弟のゼアス君も実は多分僕の孫ひ孫になると忘れられちゃうんですよ。それ悲しくて嫌で、なんで、でも絵って額に残すとずっと残るじゃないですか。写真とかデータより多分残るんですよ、絵って。で、その方がいいかなと。で、そういう気持ちを持ってる飼い主さんすごいたくさんいるんじゃないかなと思って。で、僕犬描くときめっちゃ楽しいんですよ、さっきみたいな。で、なんで、もう犬の絵をどんどん描きます。で、101匹ワンちゃん計画っていうのをしてるので、もし気になれば、下にあの、101匹ワンキャンチャン満点計画の、あリンクが貼ってありますし、で、そちらでもただただ小田に犬を飼いてほしいという人がいれば、それは、小田に犬を飼いてほしいという人でも OK なんですけど、そういう人がいれば、ぜひぜひ気軽に下のコメント欄であったりとか、あとはブログとかからあの問い合わせフォームもありますので、そちらのお問い合わせください。はーい。